はい、皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。この今日つけてるピアスはハンドメイドのピアスなんですけど、いつも見てくださってる、マリナーの方がですね、これ作ってくださいましたで送ってくださってつけてるんですけど、めっちゃ可愛いでしょ。でこの方のハンドメイドピアスがほんまに可愛くて、私の超大好きなデザインなんですよ。ちょっと近くで見てみないと。本当に可愛くておしゃれなんですよ。こういう好きやと思うんで、ぜひインスタグラム概要欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。めっちゃ可愛いです。2Wayになるものもあるので、ぜひチェックしてみてください。インスタ自体も可愛いです。見てるだけで幸せになります。ぜひ。今日はですね、垂れ下がった B カップのお胸をどうやっていつも持ってるのか紹介していきたいと思います。前ですね、以前、この写真をインスタにアップしたところ、ゆりさんめっちゃおっぱい綺麗、ゆりさんめっちゃなんでそんなあるんですか、前 B パック、B カップって言ってませんでした、すごい、なんで出産したのに垂れ下がらないんですかみたいなコメントがいっぱい寄せられたんですが、私、この胸、持ってます。大量に持ってるんですね。はい。基本的に私盛る人なんで、化粧もそうなんですけど、基本的には全然ね、顔も能面ですけど、ここもね、もうペターンってなってるんですよ。干し柿状態。もう、なんかこう、垂れ下がってて、もう全部、落ちきしてる状態なんですね。だから、ここの、お胸さんの、その、このね、この辺り、これなんですけど、これはね、もう全部地面の方向いてるって感じなんですよ。やっぱり、それをこう、くって、上げて、ボインって、どうやってやってるかね。紹介していきたいと思います。自分何言ってんねやろって思いすぎる。また下品やわってコメントくるわ、絶対。今回ですね、私以前に紹介してます。カード貼っときます。キャッチミーブラというものを紹介していますね。こんな感じの。このブラジャーを紹介していきます。これはですね、綺麗な形にしてくれて、胸をしっかりサポートしてくれます。で、ここが、全部、ここも粘着素材になってるので、背中が見えるドレスであったり、オフショルダー着るときに私は使っています。で、しっかり洗うこともできて、洗えば粘着も取れることなく、めっちゃしっかりしてるので、夏の時とかも全然取れないです。汗をしっかりと拭き取ってから乾かしてつけるっていうのがポイントなので、そこさえ乾けば、もう本当にピタッとくっついて、ほぼ1日持つぐらいです。もちろん汗の量にもよりますけどね。でっかいヌーブラですね。こちら。これは、H&M、それからフォーエバー21などで売ってるブラジャーです。すっごいペラペラなので、微妙なんですが、まあ、こういうタイプのヌーブラ正直どれでもいいです。皆さんが合うものを使ってもらえばと思います。はい。じゃあやっていきましょう。まあ動画ですので、これを見せることはできないんですが、やり方を紹介していきたいと思います。自分のティトゥビさんが出るぐらいまで寄せますね。胸を寄せつけます。寄せつけるっていう言い方欲しいな。しっかりと、ぐっと、こう、ぐっと、こう、ぐーっとこう、こっち側に持ってきます。で持ってきます。これははみ出してください。お母さんの無理になってしまうとどうしてもこう下がってきて張りがなくなるんです。私そうなんですけど、そうなのですっごい柔らかくなっちゃってると思うので、両方内側に寄せてこっつんこするぐらい、もうこうなるぐらい寄せます。で、まあ、あるものは見えるんですが、それ見えて OK です。それぐらい寄せます。でそれした後にこちらを使って、またこれも上から重ねて貼ります。これも重ねて貼ります。そうすると、このブラジャーがしっかりと、その先出てた部分をカバーしてくれて、キャッチミーブラが綺麗な形なので、そこに胸があるかのようにしてくれますね。わかるかな？なかったおっぱいが持ち上がります。さっき言ってたのは、要はここ？私本当はここだけしかないんです。ここだけしかないけど、キャッチミーブラのこれが、形になってくれるので、全体的におっぱいが大きく見えます。なので、触ると、ペコ、ペコ。ほら、ぺちゃんこになるんですよ。ここ、胸ないから。ないんで、本当に B カップでちっちゃいんで、昔は大きかったですよ。ちょっと言いたいんで言わせてください。昔は大きかったんです。大きかったけど下がるんですよ。子供が生まれて授乳すると。なので、まあ、ちょっと下がっちゃってくるっていうのもあるので、これでしっかりと支えて、大きく
見せますので、ちょっとこう胸元が空いてる服であったり、ちょっとパーティーの時とかでもいいと思います。ぜひ参考にしてみてください。ペコペコなりますが、あの本当にこれは見た目は効果抜群なので、触られてるおしまいですけど、これからね夏になるのでやっぱり露出することが多くなると思うので、よかったら参考にしてみてください。ということで今回は私の胸の盛り方でした。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。